はようございます。今日もキャンプに行きたいと思います。はい、砂利道からスタート。はい、そして今日はガンドコ家族旅行村に着きました。はい、今日は男3人でキャンプする予定です。ガンドコは今年、いつだ、ゴールデンウィークに来てたかな。はい、それ以来です。9月入ってまたキャンプ、涼しいのでね。はい、とりあえずでは受付をしてきます。はい、と受付してきました。で、今日一人は全泊してて昨日からいるので、でね、今管理人さんにも言われたし友達にも聞いたんですが、ちょっとやばい蜂の巣があるらしいので、それはちょっと気をつけてくださいっていうことでしたね。熊よりも蜂は危ないですからね、気をつけていきましょう。にしてもパラついとるな、雨が。あ、友達の FJ ありますね。あ、もう一人ハイラックスもいるじゃないか、早いな。よし、到着。けど前回もここじゃん、うん、まあファミリーだけど、そうだね、ゴールデンウィークに、うん、あ、やったっけか、覚えてねえよ。いや、あんなに田舎使わん感じがしてたタイプのやつだよね。最近ちっちゃいの買った。あ、マジで。あ、やばい、ロープの類忘れた。ロープあるよ、俺も何とかある、借りる。見合った、新品。ん、新品持ってた。あ、あった、新品。今から切るんだ。今から作る自在金具もあるから。 あのあれだ、うん、あっちの方に入れちゃってて、あ、ポリの、ポリの方に全部入れちゃってて、こんなもんか。なんか違うな、なんか一生俺らもやい結びできないよ、夜の雨。え、けどさ、当時はこれ合ってない。え、これが、これ間違ってるんだっけ。あ、これも違うね。違うんかい。違う、形がね。なんでできないんだろう。すごいダラダラしてます、ゴヤイ結びができなくて。でしょ、で、裏くぐすでしょ、裏くぐす。そうだ、これ。あ、できてる、できたんだけど、なんか緩むな、起きてんのかな。もうダメだ、ダメだ。あー、わかるわかる、ずっとこれでやってるのになんでできない。間違ってないよね。間違ってない。何が違うんだろう、これ違う、これも。
ね、やっぱりポール化して。じゃあ飲みますか。目の前にして我慢してた。嘘。はい。それでは、はい。乾杯。もう熱くないから。喉。食堂。食堂。うまい、うまい、これうまい。じゃあ、なんかいつも焼き鳥の焼けてるかどうかのチェック担当な。はい、宮田のサイトです。こだわりポイントありますか？この色が好きです。ピンと張れてない感じが自分は好きです。いやそうなんだよ、俺宮田のタツしか見たことないからこうなんだけど、ピンと張らさるのこれ。俺が多分下手なだけで、大体どのテントでもあのふにゃふにゃしてる俺のテント。やばい、大丈夫、大丈夫じゃない、火ついてる。あー出たー、串焦げて串取れちゃうやつじゃん。ちょっと俺食べるやつどれがよこれ。持てないでしょ、串ないんだから。合わせてくれると思ったんだけど、絶対熱いよ。そこちょっと折れちゃった。ここ、もう、おいしい。ちっちゃいやつ。なんて言ったの？おいしい。おいしいの。食べれる。食べれる。うん。もうだいぶ。ああいい感じだ。いいか。焦げ焦げ焦げ。食べよう。うん、いいっすか？うん、じゃあ。いや俺食べたんで、もうみんな食べれますよ。ああネギ落とした、最悪も。あく。食べろ。ほら、3秒ルール、3秒ルール。まあ、ぽいだよな。土だったもんね、今。ちょっと動画回させてね。その、今、急遽回したけど。あ、お前、2人もしかない。自家製ニンニクと、自家製ネギの串を作ってきたわけね。そうっす。自分家で、はい、やった。家庭菜園。育てたやん。家庭菜園。え、今日ニンニクの串そのまんま食うの？ごめん、俺もわからない。焼いた、どうだろう。焼けば食べれるでしょう。どうなの、お互い会話できなくなるんじゃない？大丈夫？まあまあまあ。これが初。おお。昨日打ってきたから。うわ。せせり。下ごしらえしてきてる。じゃあするでしょう。だってキャンプだからね。いや、いつもやってねえだろ。全然やってねえじゃん。だいたいスーパーの弁当出てくるよ。缶詰とか。だいたい年明けのもん食ってるだろう。年明けのテントです。見たことないっていうね、ヴィンテージの奥さんには秘密のテントです。そんな高くなかったって言ってたからね。そうそう、大丈夫大丈夫。なんてところの何ですか？これはシエラデザインの。シエラデザインストレッチドームっていう。ストレッチドームなんだ、なんかぎこちねえ、YouTuber やってる。やばい、気持ち悪い、この感じ。やめやめやめ。人のサイト紹介みたいな、やだやだやだ。こんなんじゃないんです。グッドムードキャンプはこんなんじゃないんです。まあ、私知らないテント買っちゃって。ニンニク。ニンニク。うん、いいわ。うん、大丈夫これ。明日誰にも会えないんじゃない？いや、うまいけど。うまいけどいいのかな、これ、ニンニクの食べ方。これいいね。これね、なんかあの、これ何？キャンプ用品？いや、これ家用品。
水滴が落ちてもいいような感じ。あと滑り止め、うん、これは何自家製？これは自家製、うん、これ炭になってんじゃん。だね、銀色になってるけどこれ自家製の炭職人食べていいのこれ。いや、いけるよ。いけるけど、いや、うまい。いや、ガはいらねえな、これ。シシト食べる？うん。あ、いいんじゃない？ハツ、どうかな？これ全部いただいていいの？あ、全然 いける。鳥ハツ？鳥ハツ。うん。うん。うん、おいしいよ。いける？かっこいいよ、おいしいよ。家族で、美味しかったのさ、うん、飲み屋さん、飲み屋さん、もう盛岡にもあって、うん、記憶にないんだよ。なんで？美味しかった、すんごい美味しかった。何が記憶にないの？串揚げ屋さん。記憶にないっていうのは何？いや、あの、どこのお店だか分かんないけど、すんごい美味しかった店が紹介しろよ。そう、したいんだけどね。なんで？あそこどこなんだろう。なんで？家族と行ったでしょ、うん、娘2人もいるわけでしょ、うん、それでベロベロになったってこと。そう、まあ、最低だ。お父さん最低。毎回だから。ねえ、てマジ煙やばくない？いいよ。いや、俺タップにする。いや、いいよいいよ。いいよ。上開けたもん。開いてるけど出ててないよ。出てってる、目に見えて出てってるわ。すごい出てってるわ。マキストみたいな。マジでそんな状態。すごいぞ。すごい。やだな。本当だ。マキストみたいな。いや、結構降ってるな。ね。あ、かなり降ってる。意外と。するってよからぬ例えです。塩コショウどうかな。いや、こう渡されるときにとか言ってるから、このシーンは使えないわけだよ。そうなの？そうだよ、こうもらうシーン使えないから。そうなると、いや、大変だね、撮影って。難しいわ。ちょっとディレクションできないから言ってちゃんと。一番宮田といるときは使うの大変なんだから。余計なことすごいいっぱい言ってるから、もうカットしたらそういうシーン使うの。はい、ちょうだい。はい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 。これ何？せせり。せせりいただきます。うん。俺はもうちょっと塩コショウ振ってもいいと思う。あ、オッケーオッケー。食べ、もういらない、この塩辛餃子。いただきます。よし。アキラ、あの辛いスパイスない？まぶし系で持ってきない。何が入ってるか、赤から、赤系のスパイス持ってない。ないかも。ないか、うん、こんな感じ。あ、いいんだよ。足りる？あ、大丈夫。初めて焚き火してんの。行けとかさっき言ってたけど。フェザースティックもどき。濡れてるね。あ、俺のフェザースティック消えた。消えた？大丈夫。
や、パラついてない？結構ポツポツ聞こえるよ、幕の下だと。結構かなり普通に降ってるよ。焚き火始めたら。上がったね。また上がった。でももう信じれなくなってもういつだか、うん、落ちた。落とさんかい。いや、すげえ、すすすすすちゃう。え、すす大丈夫。お、俺の幕の方に風吹いてんな。そうだ、ちょうどいいわ。これがないとちょっと寒いから。そんなことないよ。寒くない？ちょうどいいと思う。アキラ一番寒そう。俺常にこんな格好だ。半袖短パンだから。うん、極力半袖短パンで生きていきたいから。いける。おお、よし、食べよう。急にもつ鍋できたよ。うん、シェラ、シェラ、はい、シェラください。大きいシェラください。大きいのない、マシマシで。はい、なんだ、作ってたんだ。実はね、お腹空いたなってはずっと食い続けてて思ってたんだけど、いつ作るのかなとは思っててさ。もうできたって。アキラでもずっとお腹減ってるよね。ホルモン待ちだった。基本お腹空いてるからね。わ、ホルモンか。これが、これもう1セットある。もう1セットね。むしろ次のやつ、セットあんの？次のやつもっと多いかもしれない。はい、おかわりあるんで。熱い、はい、熱い、はい、いただきます。すごいニンニクボロっと入ってるね、これ。それはね、ちょっと入れた。いや、年明けは入れた。これが入れた。
何回か使う。結構な数。あ、うまそう匂い。いや、もうキャベツしみしみ。もう匂いがやばい。うん。いいべ。いい。それだよな、そのリアクションだよな。俺何にも言わないリアクションしなかったもんな。しみしみとか言ってさ、いや、すっげえうめえんだよ。ナレーションで自分で突っ込んでくるよ。だから、そうなの。美味しいんですけど。すごく美味しい。いや違う、すごく美味しいが嘘くさく聞こえちゃうかなと思って。あー、おかわり。一杯ずつちょっと。あー。あ、作るわ。めっちゃま。食べてしまいたい。これは一生食えるわ。一生食えます。これ100杯いける。100杯はいけないけどね。多分いけるんじゃないかな。いけるの。あれ3時からだし、4時5時6時は11度って書いてるよ。まあまあ寒いね。寒いじゃん。昨日年明けが泊まってた時は、うん、まあ最低19、18度って書いてるよ、うん、だいぶ冷え込むよ今夜。そうなんだ。晴れるから。氷点下行かないから。まあ、いや氷点下行かないからって。俺半袖短パンなんだよ。それはアキラの問題だから。クマさんもね。まあクマも、まあ、対策になるな。アメリカだと恐竜もいいんだってさ。ごめん、なんでもない。まあでも年明け。ダメだよ年明け。こんなに簡単なボケに無心ってことありえないよ。ツッコミしなさいって。何言えばいい。何言えばいいの。何でもいいの。無視が一番ダメだぞ。アキラ優しいな。なんか分かんないけどアキラ優しく感じた。あなたがここ最近の俺の動画見てないからだよ。そうそうそう。ああ、年明にツッコミをしなさいっていうのを言ってんだけど。あ、そうなんだ。ごめん、俺最近見てなくてさ、本当に YouTube 最近見てないんだよ、何にも。俺がボケるじゃない。うん。もう11月ぐらいまで夏なんじゃない？これ暑いしって言ったら、そうだねそんなわけないやんって言えよって。まあね、ツッコミがあると面白みが、そうそうそう、増すわけじゃん。増すんだよね。なんかバカみたいじゃん。そう、あの、そうだね、一人であの空振ってる感じになってるから。そう、バカみたいじゃん。宮田アメリカで恐竜いると思ってる。バカにされてるんだよ。本当にいると思ってると思ってる。いや、それはないけど。こいつジュラシックパクド見すぎだぞみたいな。ハワイにはいるぞみたいな思ってんだから。あ、ボケは楽じゃん。俺はボケたいしツッコみたい人なんだよ。どっちもよ、どっちもダブルボケしたいから、うん、で、俊明くんは、うん、言っちゃあれだけど、ツッコミでもボケでもなくて天然ボケなのよこの人。それ以外はしないでしょ。できないできないできない。天然ボケだから。俺はボケを食ってきちゃうから。そうだねとか言って。ボケを食う。そうか、まあそうか、そうだねって言われるとね。俺がボケてるのにもっと上回ってボケてくるから。本当にそうなっちゃうの。結局俺がツッコんじゃうんだよ。アメリカには恐竜いるけ。アメリカにね、恐竜いるよね。俺黙ってたの。年明けなんて言うのかなと思って黙ってたの。俺もそう、無視するからさ。いや、ちょっと宮田ってアメリカに恐竜いると思ってた。思ってる人って言ったバカじゃないのって思ってるから。そうか。俺、舞茸買わなかったっけ。
あれ買った気するんだけどな。あったわ。はあ、眠てー、マジで眠てー。昨日頑張った。え、年、そんな、まだ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 よ。最初から弱ってた今日。あ、本当？ナチュラルに疲れてんだよ今日。なんかね、だって1時に寝て5時半に起きてんだもん。だ、眠いもん。だ、何にもまだ仕事溜まってますから。さて、ひっつみ煮詰めて、足がかゆい。かゆいな。車にあるから。今更もらう。うん。わあ、七味とか欲しいな。ないな。今日本当に何にもしてないもん。いやけど今さっき聞いて分かったけど、俺が設営遅かったのは疲れてるからなのか。だと思うんだ。あからさま遅かったからね。あからさまに何にも何にも始めなかった、動かなかったもんね。そうそうそう、体がね動いてないんだと。頭とこう動く気力がなかったんだよね。いや普通来ないよ俺今日。昨日疲れてさ。まだ仕事もそれやんなきゃいけないのに、やんないでこうキャンプ来てるからね。あ、そうなの。そうだよ。ちょっと残してきた。いや、だいぶ残してきた。だいぶの、いや申し訳ないな。いや、それでも昨日少し進めたから、まあ、うん、まあ明日帰ってやるんだけど、ひっつみ食べましょう。岩手以外の人もひっつみ食べてみましょう。箸がない。うん、ごぼう硬い。まだ。ごぼう硬いな。もうちょっと。うん、人参もまだからね、これ。もうちょっと煮詰めてって、うん、いい答えを出しましょう。議論を煮詰めていきましょう。なんか喋って。今日は俺寝るの早いよ多分。もうそれ飲んだら終わりだ。もう今寝てもいいぐらいだ。シェラカップください。まあ今日アキラ最後の仕事、ひっつみを提供する開催いたします。来てください。もう眠くて、もう早くしないと寝ます。そんなに、だってまだ9時前だよ。9時前も何も、8時前です。7時40分です。はいはいはい、ひっつみの人、今日のイベント早く終わらせて早く寝るって。でもまだそばがあるよ。あ、そばを食うっていうのはもう僕に最後のミッション、一応あるんだね。はい、お願いします。食べるはできます、作るはできません。じゃあいただきます。はい、あった。あ、いいですよ、ありがとうございます。いいね、さっぱりして。はい、どうぞお召し上がりください。混ぜただけです。これは自家製のひっつみなの。はい、もう小麦粉から栽培して作りました。収穫も手で、全て釜と手で行って、で最後アークスで買って、はい、最後はマックスバリューで全てを調達してやりました。ペイペイで、クイックペイで。クイックペイ。はい、もう
意外と本当に食えるかもね、ずっとだって串から何からずっと食ってるもんね。うん、そうなの、食べれちゃう僕もね、俺今意外とね、そば食えるからと思ってから。そばなんてペロリーよ、マジで。うん、じゃあもうね、嫌なんだよ、この年になってね、食がね全く細くならないっていうのはね、もう嫌なんだから。ねみいい、あ、宮田、折りたたみお玉をね買ったんですよ。お玉やすぐ食いつくなあのスルーしてほしかったんだよ今の。いや、さっきもなんか水の話してたけど、ずっと噛んでんなと思って聞いてたけど酔っ払ってんなと思って自分で酔っ払ってんの。酔っ払ってる。あ、そんな飲んだ。ういよいしょ。あっ、つごめんごめんごめん。どこが熱い。どこが焚き火が。あ、焚き火か。焚き火焚き火かい。年越しだ。これさ、スープは肉スープって書いてんだけど、うまい。うん。これただの本出しじゃないの。そうなんだ。ただのつゆだ。うまっ。洗うもんないですか、炊事場に行って。いや、そんないいよ。おやすみなさい。はい。あき、気にしたのかも。いや、マックス眠かった時よりはちょっと起きたよ。ひっつみ作ってる時死ぬほど眠かったからね。すごい眠かった。いや、ではおやすみなさい。おやすみなさい。はい、焼きそば作って、焼きそばの上にあの袋のカップやせっか、この、なんていうの、これ、ああ、これをぶっかけて。じゃあ、そいつ自体は別に、火取ってるわけじゃない、うん、それを食べたい、バターチキンカレー普通に、うん、パナスでも行きます。見かけじゃん、俺の大好きなパナス。好きだな。いや、全然行ってない。俺今年まだ14泊とかだよ。去年30泊ぐらいし、去年だったらもうすでに30近くは行ってる。減りすぎちゃって。聞いてみ、動画見てる人に、まだ今年9月で14泊しかしてないんですよって聞いてみ。天気いいな、ね、めっちゃ綺麗。これめっちゃ綺麗。
白樺と緑と青空と逆光。木漏れ日って日本でしかない言葉らしい。その木漏れ日をこよなく愛してるのはこのアキラさんなんだよ。外国人もなんかいい言葉だ。木漏れ日って言って。煙、すげえ煙。さてと、あ、これはねガスじゃ焼けない感じに焼け上がりました。ランチパックが上手に焼けました。硬っ、カチカチ。どこっていう問題が、そろそろ近場はもう行ったと思う。いやそうなんだけど、ローテローテなんだよ。そう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 。ということで、ガンドウコでキャンプしました、3人でキャンプするのは前回のガンドウコの時はまあ向こうファミリーいたので、本当に純粋で3人でキャンプするのはいつぶりだ、あんま覚えてないですね。夜はね結構13度ぐらいまで下がったのかな、ウェザーニュースの情報だと。はい、夜だからシラフにくるまってちょうどいい感じで眠れました。まあ寒かったですけどね、明け方外出たりした時は。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ではまた次回どこかのキャンプ場でお会いいたしましょう。ありがとうございました。